あ、どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、衆議院をさせていただいております三日月大吾と申します。今日はJR 東海ユニオンの関西地区本部のですね、OB の先輩方の前で、話すと言われまして大変緊張して参りました。私当年40歳、昭和46年生まれ、先輩方の息子さんや娘さんの世代よりもまだ若い若輩者でありますけれども、まだそんな先輩方も多数いらっしゃいます。本当にご縁ってありがたいなと思います。私は三日月っていう変わった名前ですけど、もともとは甲賀の出でして、まあ先祖は忍者だったのかもしれません。なんか聞くところによりますと、信楽の木を切って宮大工をしておったようで、それで三日月っていう変わった名字をいただけたようでございます。それで、平成6年に JR 西日本に入社をいたしました。JR です、JNR じゃないですよJR 世代ですよ、私は。8年間、最初は岩国駅、でその後広島運転所、昔でいうところの広木っていうんですか、広島機関区、そこで動力車操縦者の免許をいただきまして、1年間かかったんですけど、でその後、営業、旅客指令、その後組合専従で2年間大阪で活動しまして、合計8年間 JR で仕事をいたしました。で思うところ募りまして、 JR を退職し、まあ無謀だったと思うんですけど、子供が2人いましたし、お腹の中に3人目妻いましたんで無謀かなと思ったんです。ずっと真ん中から当選回数順で後ろいるほどベテランなんです。で同じ当選回数だったらどうすんねんって言ったら年齢順なんです。当選回数順、年齢順なんです。そうすると私は大体今座ってるところより2列ぐらい前なんです。2列ぐらい前じゃないといけないんですけど、今ここに座らされてるんです。なぜかと言いますと、今国会対策、いわゆる国対の仕事をしてるもんでして、ちゃんとみんなが座ってるかとか、ちゃんと予定通り進んでるかとか、そういうことを管理する仕事なんで、医療65歳以上で 85% 使ってる、年金介護医療年金介護医療、65歳以上の方の社会保障で 85% 使ってる。ある意味しゃあないんです、しゃあないんですけど、もう少しこの比率を子供若者に回していかないと、この高齢者を支える働き手がいなくなる。したがって子ども手当もその一つです。保育所もそうなんです。こういうところにもう少し手厚くしていこうじゃないかということを考えています。と同時に、この21ページを見ていただく前に、この25ページあちこち飛んですが、25ページこの医療ってどうなってるかというと、平均在院日数が他の国より長いんです。長いこと病院にいるんです。そのくせ、病床100床あたりの医師数は他の国より少ないんです。あんまりお医者さんに診てもらえへんのに病院に長いこといるんです。他の国の人からしたら信じられないって言われます。医師数も少ない、看護婦さんも少ないです。右から2つ目の病床100床あたりの看護職員数も他の国よりも半分以下なんです。ですから病院も大事です。病院でしか受けられない治療もありますけれども、しかしこれからは病院から自宅へ、ベッドから自宅へという流れを作ろうじゃないかと。だから訪問介護をしていただくヘルパーさんだとか、訪問治療をしていただく看護師さんや医師の数を増やそうと、そういう治療の診療報酬の点数を上げようという改革を今やり出しております。なるべくなら家で亡くなりたいなと。亡くなる方の8割はお亡くなりになる方の8割は病院だそうです。ところが自宅で亡くなりたいなと考えている人がアンケートを取ると 75% いらっしゃるそうです。本当は家で死にたいんだけれども家で死ねない状態になってますから、
これを家で看取りができるように変えていきましょうという今対策、改革をやらせています。どうしようもないほど、もうちょっとしっかりしてほしいなというのがありますよ。そういうことを、まあ、そういうちょっと言いたいことを言い過ぎたら知れませんけど、せっかく、三日月さんがこの時頑張ってくれたんやから、もうちょっとやっぱり民主党のことにみんながね、やっぱりもうちょっとちゃんとやって、なんできるできないなしに、みんなでやってる姿は僕らは見たい。それだけです。今のと、よく早川と言いますね、吉村元委員長のですね、家の参考ですけども、僕らは選挙でね、民主党が政権取ったよりはやったなという期待感がものすごく強かったんですよ。それがやっぱり小沢さんの問題とかね、立て上がる問題とかね、いろんなそのニュースがですね、全部その民主党が何してんやという、その期待感を裏切るようなことばっかり出てくるんですよね。だから、先生ね、頑張ってくれてる民主党の議員さんもたくさんいらっしゃるんですけども、こういう代表する人たちもね、代表者でその名前が出てる人たちがね、いい加減のことをあまりにもやりすぎるから、だから大阪の維新の会みたいにね、無党派層の人も、やっぱりああいう人もやっぱり期待するんですよ。実際、有言実行でやってくれる人もね。ご存知だと思いますけれども、参議院のね、藤本先生っていう方が私、それは静岡ですけど、はいはい、一緒に出たんですけれども、もう徹底的にこう打ちましたよ。で、その時に最後に藤本先生がおっしゃったのはですね、そう言っても確かに民主党は力不足ですと、説明不足ですと。しかし皆さんよく考えてください。長い間の自民党政権のですね、矛盾がここへ来て、こう出てるんですよと。それが私たちがですね、3年やるものってひっくり返すっていうのが、本当に私は政権を取ったその中の一員としてもう本当に身にしみで感じますと。それは言い訳でも何でもありませんと。それを皆さん言い訳で取るんだったらそれは構わないわけですけれども、私は本当にあれですと。そうしてですね、政権交代をした後にこれとこれとこれをやりましたって出したんですよ。確かにね、自民党政権ではとてもできないこと、例えば高校のですね、無償化であるとかっていう、そういうことをですね、一般の人は知らないわけですよ。だからそこをね、もうちょっとうまくね、PR していただきたいなということですね。